こんばんは。こんばんはじゃないか。おはようございます。カリエシリエジなんですけれど、なんか目覚まし8でですね、谷原章介さん、俳優のですね、谷原章介さんが泣いていたみたいなんですね。号泣していたってことで批判殺到されていて、泣くのは谷原というのがあって、それはちょっと違うんじゃないかなと思ったんですけどね。人ですからね。はい。まあ、あの最近ね、あの幼稚園かな、保育園、いや多分確か幼稚園だったと思う、幼稚園だったとかな、保育園だったと思うんですけど、3歳の女の子がですね、あの車の中で、バスの中で熱中症で、バスの中で閉じこもったまま熱中症で亡くなっていたっていう、まあ、事件があったんですけど、まあ、それで泣いていたっていうことだったんですけどね。まあ、あれ本当にね、3歳の女の子が亡くなったことについては本当にもうショックでならないですね。本当に3歳の女の子には本当にご冥福をお祈りしますと言いたいですね。はい。まあ、本当にこういうバスで閉じ込められて熱中症で亡くなるっていうのは、本当にこういうことが今後起きてほしくないなって僕も本当に思いますね。はい。まあ、というわけで今回の話は、目覚めし8で俳優の谷原章介さんが号泣していたっていうことについてのお話でした。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。